段階なのでもうやる気満々って感じ。そうですね、変化っていうのはもうボクシング中心になってきてるので、まあ、スパーリングを今から入れて今入っていってるんで、まあ、精度を上げていくって感じですね。そうですね、今まで福岡拠点で家族と一緒だったのが神戸拠点で一人暮らしなんで、はい、自炊も全部甘えることなくいい意味で、リラックスしながら全部自分のことをしてって集中したんだ。大変ながらもう、会長が言うことは基本的なことを前の手だったり場所の位置取りだったり同じことを言ってくださるんで、まあそれに対して次の対戦相手の、なんて言うんでしょう、まあ位置取りだったりとか、うん、そういったものになってるだけなのでそうですね、足場を固めて、そうですね、あと足場を固めてしっかり打つっていう、背が低くて手が長いっていうのもすごく印象ですね。顔も怖い、顔もいかつい感じで、はい、たまにうずいたりはするんですけど、まあ痛みがあってもそれに対応できるようなしっかり軸、体の軸、体幹を使ってのパンチの打ち方だったりっていう部分はできるので、まあ、カバーしながらやってます。今回はどんな内容の試合にしたいっていう、そうですね、一番はやっぱ KO で倒したいっていうのはあるんですけど、やっぱりしっかりポイントを前半取っていって、ポイントを取ってると相手が出てくると思うので、そこをしっかり合わせていけるような、そんな試合内容にしたいなと思います。そうですね、勝つにはもう20代前半から一緒に応援してくださっている方が一緒だったので、はい、どんな関係なんかすごく信頼できて、まあ何でしょう、見てて勉強になる先輩だなっていうふうに思ってます。次の試合が統一戦なので絶対勝って統一チャンピオンになります。応援よろしくお願いします。